私に許可を取る必要はないと思います。どうぞ。いただきます。はい、4時半から入ってます。問題ありません。困ったらマスターやおばさんに聞きます。それに一人じゃありませんし。今日も笑顔で接客しますよ。頼まれました。いらっしゃいませ。兄さんでしたか。お帰りなさい。こちら片付けます。どうぞ。マスターに教わりました。兄さんにも判断してもらいなさいとのことです。それに兄さんずっと働いてましたから、一息ついてください。はい、刃物でなければ恐れるものはありません。お茶ぐらいなら普段入れてますし。はい、あ、そうですね。お湯を最後まで落とすのは良くないんでしたっけ。ちゃんとお店で出せるものを入れたいです。ええ、だから厳しく言ってくれて良かったです。
全部できた方がより働きやすくなります。時給アップにつながるので合理的です。それに少し興味もあります。いえ、この位置にです。望むところです。え、それは望んでません。せっかくカウンターで仕事をするのなら兄さんとしたいです。ですか。私たちが一緒に仕事をすることで面白いのなら合理的ですね。先にお湯いただきました。疲れました。兄さんや姉様が普段働くより活躍してませんよ。そうですか。姉様はいつも聞かずにやってますし、気持ちいいのでどうぞ。無論です。私が楽だからしてるだけです。兄さんは辛いですか？ですか。